とりあえずこんな感じでぐるっと回ったんですよね。真ん中の巨大隕石、あいつを中心に反時計回りに回ったんで、今度は時計回りに行ってみようかと思うんですよね。今回はこの鍾乳洞じゃないけど、なんかねよくわかんない白いところ、こっちに向かっていく。ここはまだ寒いエリアじゃないみたいなんでね、だいたい17度、適温だ。エクスティンクションとかでも見たよね、これ。干潟じゃないけど、間欠泉とかがある場所にある何か、なんていう名前なのかわかんないけど、干潟で合ってるのかな、違うかな。この世界はね、鉄が大量に固まってる場所っていうのがまだ見つけられていない。ちまちまはあるんだけどね。なんか変わった植物が出てきたね。あっち行ってみるか。まあ来たはいいものの、特にこれといってって感じかな。あ、ちなみになんだけど、これグライダースーツスキンとクライミングピッケル、あとねパラシュートとかもね、なんか救援物資から出てきました。ありがたく使わせてもらっている。あ、ビーバーダムだ。セメントゲットだ。しゃ、いて、いて、いて。あ、タイニアッシュのエクースだ。キラキラ光ってる。あ、てか真珠があるのか、ここ。いや違うな、真珠かと思ったけど、あ、いや真珠だ、真珠あるわ。あ、待って待って、敵いるよ。あ、違う、うちの子が吹っ飛んできただけだった。あ、そういうことか、こいつに絡まれてたんだ。へえ、ここでも真珠取れるんだ。あ、タイニアエクス殺しちゃった。これタイニアイクスが落としたんだけど、やっぱある。タイニア種はね、なんかこういうの落とすっぽいんだよね。ちょっと集めておこう、供物になるっぽい。ここ夜なのにめっちゃ明るい、すげえ綺麗。アークで夜でこんな綺麗なところなかなかないぞ。面白い、すごい。あ、遺跡がある。人工物、何かがあったのか。ここはああティラ、うちのトライブメンバーのティラノサウルスに、テックステゴサウルスにあるぞ。あれ、あそこが拠点か。どうやって行くんだあそこ。お、家ある家ある。あー、生物もいっぱいいるね。チース、青空拠点だね。家ないわまあまあ外敵そんなにいないんだろうな。これタイニア種のバリオニクスだね。めちゃくちゃ光り輝いてる、すげえな。あ、これパッキーだ、タイニアパッキー。光り方がすげえ、ほんと目立つよね。ゲーミングサウルス。お、なんだここ。え、待って、船みたいなのあるよ。これ完全に船だよね。アークって直訳したら箱舟って意味もあるし、なんかちょっとね関連性を感じちゃうよね。でっかい湖に来たよ。そして遺跡もある。とりあえず遺跡に突っ込んでみようか。何かあったりするのかな。何もないね。
何あれ、マンティーコア、マンティーコアが石化したやつか、あれすげえ。何あれ、完全にこいつメドゥーサかなんかに石化させられたんじゃないの。完全にそんな見た目じゃん、マンティーコア。マンティーコアだよね、違うかな、違う生物かなこれ。へえ、面白い、登れた。そしてなんかすごい水晶ゾーンに来た。すごいぞこの水晶。これ何、卵みたいなんだけど。別にやっぱ取れるわけではないか。あ、なんだこれ、なんか、なんかなった、なんかなった、まずいまずいまずい、あ、なくなった。放射能障害、放射能障害、あ、放射能障害を受けるぞ。あ、いた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 、受けてる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 。あー大丈夫だった。エリアじゃないのか。あ、なんだろうね。こっちの方は大丈夫。あ、大丈夫じゃない、大丈夫じゃないと思ったけど、これは色だけか、色だけだった。あ、これもしや洞窟か、洞窟だから色が変わるのか、ここ。あ、やっぱそうだ、洞窟的なあれだった。マジいな、ここの洞窟難易度高いって聞いてるから。やばそうだったらすぐ戻るか。あ、バルブドッグだ。あ、ドエディだ、欲しい、お前仲間に欲しい。あ、鉄だ、あ、鉄鉄、めっちゃ鉄あるじゃん。あ、めっちゃ鉄あるじゃんこの辺。あ、めっちゃあんじゃんこの辺、今までで一番ある。しかも凶暴な生物も特にいないぞこの地下世界。あ、バジリスクだ、やば、出てこなかったなあいつ、びっくりした。バジリスクいた、埋まってた。あいつはちょっとハザードスーツの頭なしにやり合うのは怖いかな。いや、出てきてる。ちょっとステゴを噛んでるうちにケツからやっとこうか。やばやば、毒弾だけはやばい、毒弾だけはやばい。おお、レベル150のバジリスクだった、欲しい。ま、しゃあなしかな。なんだこれ、はまった。これなんだろう、これ絶対リザリアの破片とかそんな感じじゃない。あ、固まった。まあやっぱオブジェクトであってリソースが取れるわけではないね。うわ、何これ、幻覚を見ている、アベレーションのやつだ、空腹ってなった。めちゃくちゃ腹減ってるし、うちのスピノもこれ腹減ってるのか。これ大丈夫か、もう。あ、大丈夫っぽいね。あー、でも症状としては腹が減るだけっぽいよ。だったら、だったらもうちょい行ってみるか。あと63秒。あ、しかもこの腹減り期間、あ、増えた、ここ完全に腹減りゾーンなんだ。これがそうなんじゃない、この奇妙な模様のやつ、あれが、あれが腹を減らしてくるんじゃない。だったらあれ、あ、ほらほら、
下のカウントダウンが減ってるところは無害な場所だと思うんだよ。いやアベレーションリスペクトなマップなだけあるよねこれ。ってことはハザードスーツを着ればなんとかなるのかな、これ防げるのかな。あと2秒、 OK 終わった。あそこ、あの木かな、あの木がやばいのかな、まあ、何かがやばいんだろうけど、まあ、全ての元凶はあの巨大な隕石だと思うんだけどね。ああれはさてはグリーンジムでは、あーぽい、すごくそれっぽい、これはグリーンジムですわ。あー見つけた見つけた、そっかグリーンジムはここにあるのか。あとはブルーとレッドだな。ああちょっと待って、固まった、わかったわかったぞ、あの黒い何かだ、この黒い植物がなんか出してるんだ。むしれたりしないのかあれ。あ取れる取れる、繊維と石と水晶取れた、いらねえな、そういうことだな。これはあの黒い植物がなんか放射線を出してんだ。これくぐれるかな。あーギリ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 、あー無理だった、あーギリギリくぐれねえ。なんだ何の音だ何の音だ、なんだ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 、なんかいるぞなんかいるぞ、おなんかいるぞ、待て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 、えしかも放射線やべえ、待って待って、ちょっともうなんか画面がカクカクしてどうしようもね。なんかいたよねさっき。あゴリラだ、待って待って待って、なんか持ってる、名前表示されないんだけど、あーああいつが投げたやつで放射線ダメージ食らってるんだ、なるほどねそういうことか。へえ、頭突っ込んでたら普通に攻撃当たりそうではあるけど、あいつあそこに封じ込められてるんだな。だからあいつが近づいてきたら放射線でジリジリするのかもしれない。いて、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 あーダメだこれ、ダメージでかっ、ちょ引っかかってる引っかかってる、やめてやめて、死んじゃう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 、ダメだ、準備を整えてから来ないと絶対に死んじゃう、もうすでに死にそう。はあ危なかった。なるほどね、ここにフィールドボスのゴリラがいるんだ。前見つけた蜘蛛の糸の洞窟のとこはあれ蜘蛛がいるのかもしれないね。